はい。オアセス地域おこし協力隊の池山千明です。本日はオアセにあるマグロ屋さん長久丸さんより生で届く、なんと解凍しなくても大丈夫なこちらの新商品が出来上がったということで、いち早く提供していただきました。概要欄にね詳細載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。これめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。こうテープとかが長久丸さんロゴが入ってて、ここにもね大きく入ってて、これそのままなんかプレゼントで送ってもめちゃくちゃ喜ばれそうな気がする。それじゃあ開けていきたいと思います。はい、おお、しっかり包装されてる袋に入れていきます。おお、すごい、じゃーん、キハダマグロとメバチマグロです。伝わってるかな、色が全然違います。キハダマグロが薄くてメバチマグロが濃い赤、色が全然違うけど、これ味も違うのかな、かなり気になりますね。しかも結構しっかりめに分厚く切ってくれてるから食べ応えもありそう。しかもねめちゃくちゃ綺麗に切ってくださっているので、このまま食べてもいいのではダメかな、お皿に移さなくてもなんか良いぐらい立派な感じです。なんか箱も高級感あったけど、こっちも商品も高級感がすごいある感じがする。はい、こちらの商品はですね、オアセもちもちマグロという魚を使用したお刺身なんですけど、長久丸さんによると自社のマグロ漁船が漁獲した天然マグロを使用しています。で、この漁獲したマグロを取ってきた後すぐにね冷凍してるみたいなんですけど、その冷凍方法がめちゃくちゃスペシャルで特別なんですけど、名前が長すぎるのですいません、カンペ見ますね。ですね、超低温液体冷凍技術アルコールスラリー製法を採用しております。ということで、釣りたてと変わらないもちもち感をキープしたのがこのオアセもちもちマグロなんですよ。その冷凍されたオアセもちもちマグロを長久丸こだわりの解凍方法で発送する当日に解凍してお送りするそうです。私的に思ったのは、冷凍されたまま届いたマグロっていうのは食べたことがあるんですけど、まあ、解凍したんですけど、それが正解なのかっていうのが分かんなかったので、まあ、美味しかったんですけど、でもなんかもっとこうやってね解凍をしっかりこだわりの方法でしてくれてるっていうのは、なんか美味しく、さらにね美味しく食べれるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、一回冷凍しているので寄生虫の心配もないみたいなので、その辺も安心だな、安全だなと思います。ではこちら実際に盛り付けて食べていきたいと思います。盛り付けしてきました。じゃん、めちゃくちゃツヤツヤ、いただきます。見るからにツヤツヤだし、すごい分厚く切ってくれてるんだよね。じゃあまずメバチマグロからいただきます。うん、もちもちだし柔らか、うんうん、めちゃくちゃなんか新鮮な感じがする。キハダマグロも行ってみます。味違うのかな、どうなんだろう。本当にね
弾力感がある。いただきます。うん、おいしい。すごい、赤身のお魚って結構臭みというかがあったりするんですけど、全然ない。本当に釣りたてって感じする。これは美味しい。え、ちょっと梅鉢マグロもう一回いこうちょっとね、違い的にはね、梅鉢マグロ美味しいですね。私梅鉢マグロ好きかも。結構キハダよりも濃い味がする。めちゃくちゃもちもちですよ、本当に。尾鷲って正直ちょっと遠くないみたいな思ってる人も、これだったらもうね、尾鷲に来なくてもこの尾鷲で味わえる味をね、そのまま味わえると思います。めちゃくちゃ美味しい。これもう尾鷲以外じゃ食べられないよでもこれ送料込みで5000円なんですよ。でも正直私的にはちょっと5000円ちょっと高いって思ったんですけど、でもこれはもう5000円の価値ありです。絶対になんか魚今までとか赤身あんまり好きじゃなかったなっていう人もめちゃくちゃ美味しく食べれると思います。めっちゃさっぱりしてるし、もちもちしてる。美味しい。さすが尾鷲のもちもちマグロですね。もっちもち。ごちそうさまでした。はい、今回食べたこちらの生で届く長久丸のお刺身なんですけど、こうやってね2種類あるので、ちょっと食べ比べもめちゃくちゃ面白かったし、本当にもちもち感がねとても美味しかったので、ぜひ皆さんも食べてみてください。初回の発送が今週末の17日金曜日にあって、現在通販サイトで注文を受け付けているそうです。発送当日に回答してお届けする商品なので、配達日が細かく選べないので、ぜひサイトをチェックしてもらえたらなと思います。興味を持ってくださった方は概要欄に詳細載せているので、ぜひチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。